ディズニーランド行きたいなぁ、そう思ってませんか？実は行けるんです。そう、 Google マップを使えば。じゃあ Google マップで東京ディズニーランドに行ってみましょう。東京ディズニーランド、東京の方は Google ストリートビューでは見ることはできません。航空写真でこういうのがあるんだなっていうのが見ることはできますが、それじゃ物足りないでしょう。そういう時、中をストリートビューで探索できる場所があるんですよ。アメリカのフロリダのディズニーワールドに行ってみましょう。出まいりました、ディズニーワールドフロリダ。マジックキングダムはここにあります。ここにストリートビューで行ってみましょう。はい、ドン。おー、じゃあちょっとこう入り口に入ってきてのこっち側に行くと中に入れるんです。じゃあ中で楽しんでいってみましょう。自分はアメリカに住んでるんですけど、外出禁止令が出ているんでね、どこにも遊びに行けないわけですよ。ですんでね、こうやって Google マップでバーチャル旅行をしようっていう、そういう魂胆なわけですよ。じゃあ回っていきましょう。お、ウォルト・ディズニーさん、ミニーちゃんもいるのかな。隣の坊主の頭の人は誰でしょうか。はい、東京ディズニーランドとの違いも楽しんでいってみてください。あ、この人手挙げてますね。手振ってみてください。真ん中のシンデレラ城、これがね、東京ディズニーランドとどう大きさが違うのかっていうのをね、見てほしいですね。カリフォルニアにある東、ディズニーランドのこの真ん中の城っていうのがだいぶ小さいんですよ。まあ後で見せようと思うんですけど、とりあえず真ん中に近づいていきましょう。おお、すごいすごい。これはでかいのかな。個人的にはすごい大きく見えます。で、抜けるとメリーゴーランドが目の前にありますね。で、後ろからの城、こっからの景色っていうのはあんまりないんじゃないでしょうか。いやー、 Google マップでこんなディズニーランドの中入れるって皆さん知ってました？ディズニーワールドは世界一大きいディズニーパークのなんで、マジックキングダムの他にもディズニーハリウッドスタジオ、アニマルキングダム、他にもいくつかパークがあるんで、おそらくそっち側もストリートビューで見ることができるんで、時間があったら見て楽しんでみてください。で、 Google マップで自分は見てるわけなんですけども、他の YouTuber は実際にこういうところに行って、こうカメラを回して、とにかくひたすら歩き回るっていう動画を撮ってる人もいるんで、後でその URL を説明欄のところに入れとくんで、こう見てください。まあこのストリートビューでもさすがにアトラクション内とかレストランには入れないんですけど、とりあえずこういう、まあ、散歩気分は味わえるんじゃないでしょうかっていうのが、まあ、楽しいと思いますよ。やってみてください。なんか指さしてますね、この人。係よ、スタッフの方でしょうか。何を指さしてるんでしょうか。さっぱりわかりません。あ、こっちの人もなんかやってますね。じゃあとりあえずこっち側に進んでみましょうね。あ、あれはスペースマウンテンじゃないですか。スペースマウンテン1回だけ東京ディズニーランドで乗ったことあります。最初ビビっていたんですけど、並んでる間とか、まあ乗ってみたら案外楽しみましたね。東京ディズニーランドと比べるとどう違うのかっていうのを見つかりますかね。自分は今のところだいぶ違うなみたいな印象ですね。あ、これとか見覚えありません？こうぐるぐる回るダンボのやつ、結構入れるね。もうちょいいけるかな。あら、
瞬間移動。はい、ダンボくんですね。はい、このダンボくんちょっと目がいってるように見えるんですけど、まあそれはスルーしておきましょう。リトルマーメイドですかね、この辺がなんか海藻っぽいですね。皆さんからしてこのディズニーマジックキングダムは空いてるように見えますか？どうでしょうか？公衆トイレですね。はい、ここに書いてありますね。はい、ここもトイレみたいです。まあ、パークの端っこにはトイレがあるようですね。何の情報ですかっていう、なんか迷子になってきたような。ああここらあれなんか船に乗る乗り場ですね。あ、いいですね、水辺っていうのは。なんかこういうとこ好きですね。こういうちょっとせり出してる場所とか。あ、ポーズしてる方がいますね。なんとなくなんですけど、ファッションとかから見て日本人なんじゃないでしょうか。あ、手振ってあげてください。ここはスプラッシュマウンテンですかね、それともなんだろう、名前思い出せないな。ビッグサンダーマウンテンレールロード、ビッグサンダーマウンテンですね、ここは。こういう木で作られたログハウスみたいな、こういうの好きだわ。で、風車さん、いいですねこれ。こういうなんかこういうの好きだな。なんか子供が遊ぶ場所なんですかね、それとも大人も入れるんですか。で、これは水車、水をどっからか引いてるんですね。ダッシュ島でやってたやつによく似てます。ダッシュ島面白い。スプラッシュマウンテンですね、これ。
あ、真ん中に戻ってきましたね。じゃあちょっともうちょっと近づいて、今回はこんな感じですね。この動画で行けてない場所がもしあったら、自分でこう、あ、こっち行ってみたいっていうのをこうちょっと足を向けてみて見てください。Google マップでディズニーワールドって調べればおおよその場所が出てくるんで、そこからパークのマークが出てくるんで、この人形くん、ちっちゃい黄色い人形くんをこうポイってな投げてみてください。こう簡単に中を探検できちゃうんで、こうアドベンチャーっていうか、バーチャルの世界でこう遊べるんで、こうぜひ来てみてください。違いをこう確認したり、あ、こここうなってんのかっていうのを見比べて楽しむっていう、この動画を見てくれてありがとうって感じなんで、もしよかったらグッドボタンってやつ押してやってください。それではありがとうございました。